b サイドさんという中国のメーカーさんと思いますがそちらの一風変わった形の電圧計のご紹介ですこれメーカーさんから連絡を頂い,いたのですが申し訳ないどんなブランドか分からず不安だったのでお断りしましてただ試してみないと分からないですからセールになっていた X2 というモデルでいいのかなこれを買ってみましたしっかりとした布製のケースに入ってきます付属品は最低限ですね 説明書は英語と中国語の表記となっています。外観はこんな感じ。全長は 180mm。幅、奥行きは 30mm ほどのペン型というにはちょっと無理ありますが、あまり見ない縦長なフォルムです。樹脂の質感は悪くないけど、良くもなくて、デザインもパリッとはしてなくて、全体的に普通です。申し訳ないですが、最初見た時かっこいいとは思いませんでした。 裏側の蓋を開けて電池を入れます。使う電池は単4が2本。1.2V のニッケル水素充電池でも動きます。テストリードは本体の仮面。ここに接続します。インターフェースは簡素なもので、ボタンが3つ。電源、ライトとこのマークは温度計でしょうか。赤いボタンを長押しすることで電源が入ります。 オートと valt はこれなんでしょう？フルカラーというわけではないですが、画面付くと急にちょっとスタイリッシュに見えてかっこいいですね。ひとまず使ってみます。モードはオートのみ扱いはとても簡単です。まずは一番使いそうな直流の電圧から転がっていたバッテリーで試します。 コンペとして手持ちの、これも中国製のテスターですが、比べてみますと、11.91V と 11.88V。次はニッケル水素充電池。交渉では 1.2V ですが、どちらも 1.35V と出ました。リチウムイオン電池、これも試してみました。交渉 3.7V に対して、3.87V と 3.86V。次いで交流を試します。 一般家庭電源の交流100ボルト、どちらも103ボルト程度を示しています。周波数も同じくらいですね。どちらがより正確、正しいとも分かりませんが、このくらいの数字が出ていれば、私はどちらも使えると判断をしています。機能としては、今確認した直流、交流の電圧、周波数の測定がまず可能、それから抵抗値。 導通のチェックに非接触の交流検出が可能ですここまでは一般的なのですが面白い機能として非接触の温度計が搭載されていますこの温度計ボタンを押している間先端の向いた先の表面温度が測定できます私の体表は33度くらいらしいですねお湯の表面を測りながら料理用の温度計と比較してこんな感じの結果 まあそこそこ正しいのかなと思います。温度の測定レンジは -20 から380度まで。焼きばめするとき、ベアリングに入れる際にどのくらい加熱するかの指標には使えそうです。それ以外にも手軽に温度が見れるというのは面白いです。 パソコンの電源制御周りのヒートシンクに当ててみたら55度と、負荷はかけてなかったんですけど、結構熱は持っていることが分かりました。料理する時の温度見るにも手軽でいいですね。普通の温度計と違い温度測り始めて待つ時間がありませんので気軽に使えて面白いです。 バイクで使うにもアスファルトに当てて路面温度見たりできますからめっちゃ早い人上級者さんたちには便利なアイテムになるかもしれませんただピンポイントで見るのは難しいですハンダゴテの先端温度見たいとか細かなところの温度見るのは苦手ですあくまでそこそこ広い面積の温度測定用となっていますさてここからはネガな部分について まず、電流の測定はできません。割り切った作りとなっています。私はテスターで電流測るってやらないのですが、バッテリー関係でアン電流を測ったり、充電電流見たりするとも聞きますから、これだけで候補から外れる方もいるでしょう。ご留意いただきたいポイントです。それから、改善を願う部分が2つ。1つは本体の形についてで、 裏側、電池の形に丸くなってますが、そのため転がっちゃうんですよね。ディスプレイが自分の方に向いてくれないんです。オートバイ、車で使ってますと、そもそも平らな箇所というのは少ないのですが、それでもこの形というのは使いにくさを感じています。測定するときは、ギアイでぐるぐる巻いて、どこかに釣っているか、据え置いてもこっち向くようにして使っていることが多いです。フックがついたり、マグネットベースがついたら便利そうですね。 アクセサリーで販売でも良さそう。ここはぜひ改善を願いたいです。それからもう一つ、テスターのリードでいいのかなこれ、本体側が一般的なサイズではないんです。本体から下側にストレートで出るのがいまいち気に入らなくて、手持ちの90度に出てるリード使おうと思ったら入らなくて使えなかったんです。ここは規格があるのか詳しくなくて。 メーカーカにに問い合わせたたたととところこころれ向けに作ったサイズだとのことでしたテスターリードはどれも共通 4mm のバナナクリップだと思っていたのでワニ口使いたいとかってなるとなかなか不便また断線したら面倒ですね2年間の保証があるようですが可能であればアクセサリーとして単体での販売を、まあ、これ本国ではあるのかなちょっと分かりませんが日本でも販売をいただきたいです それから、願ってほどでもないのですが、オートモードしかない弊害としてテストリードを当てた瞬間にやはりワンテンポ遅れる感じはあります。導通のチェックをしていて厳しい体勢で作業しているときにこれが起こると少しイラッとすることも。また頻繁ではないのですが、バッテリー電圧を確認しようとしたら導通チェックが始まったり、抵抗みたいのに導通チェックが始まったりすることがありました。 ピーっと一瞬、短くなる程度ですぐに求める動作にはなってくれるのですが、これもモード選択機能があれば解決する問題です。今後のアップデートにぜひ期待をしたいですね。B サイドの電圧計、X2。バイクのハーネスをちょっと手直しするとか、バッテリー電圧をさっと確認したいとか、そういった用途にはとても使いやすく感じました。 対して専門的な作業、電子工作なんかには機能不足を感じます。割り切った作りでお手軽フランクに使える電圧計です。しかし温度計ついたことでタイトにはまる方もいるのではないでしょうか。B サイドさんは今後日本のアマゾンにも本格的に出店を計画されているみたいです。機会がございましたらぜひ手に取られてみてください。 ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや